私は新潟に引っ越してくる前まではお父さんとお母さんと3人で朝食を食べてたんですけどその時は結構テレビとか見ながらワイワイなんか楽ししく食べてましたで保育園の頃に新潟に引っ越してきてそれからはおじいちゃんとおばあちゃんとお母さんとの4人暮らしになったんですけど。おおじいちゃんとおばあちゃゃんんととばあが割と 帰ってててくるのが遅いい仕事をしていてそれで朝はもうがっつり寝てるのでお母さんと2人で音を立てないように静かに朝食は食べてましたなのでその時はあまり思い出という思い出は全くないんですけどで正午でまた引っ越して今の家に引っ越してきたんですけどそこからはお母さんと2人暮らしになったので、うん、と結構。 わわいいい騒だり朝からお母さんもうるさい人なので騒ぎながら食べたりテレビ見たりして結果楽しく食べてましたで私が朝はお米派なんですけどお母さんが昔フランスに住んでたこともあってパン派なので朝もどっちを食べるかっていうもう論争が前日の夜から行われてました。で ですね、うん今はもう全然お母さんと一緒に食べなくなっちゃったのが寂しいなっていうのが結構ありますまたお母さんも仕事変えて今朝いなかったりするので一緒に食べれないのでまた時間があったら一緒に食べれるようになってたらいいなってよく思ってます 高校受験の時に出してくれたカツカレーは割と覚えてます朝からカツかよみたいな重たいわみたいな感じで思ったけどでも朝から作ってくれたんだなっていうのを思うと結構嬉しかったりまあでも昼ぐらいにお腹気持ち悪くなったんですけどそういう思い出があります。